おお、来ました。ここが酔いとの戦いで出来上がったこちらですね。おお、うまい、うまい。おお、うまい。あ、間違えた。ジャンプ、ジャンプ。こうか。音楽をよく聴きながら飛んで攻撃します。リズムに乗ることがやっぱ大事ですかね。はい。おお、うまい。こんな感じでいろんな動きをするエネミーが出てきますので、はい、惑わされずにリズムを、うん、音楽を聴きながらタイミングを合わせていくのが大事になります。え、これ音楽だけに集中するの無理ですって。可愛いもんみんな。そして見たい見たい。このステージの上っていう場所でもありますし、背景も見たいし。いいよいいよ。うまいな。おお、しっかりと。あ、間違えた。惜しい。おーし。避けるためのジャンプとかも音楽のタイミングに合わせて設定されてますので、はい、そこも含めて全部うまくいけばより曲に乗った気持ちで遊べるようになります、うん、あ、話すの忘れちゃった。いいよ。最後の一つだけ音がちょっと違うんでタイミングがそこで降りようと、グライド終わろうと。あー、そういうことですね。うまい。あ、ちゃんとやっぱコツをつかむのが早いですね。ああいう感じでですね、パスアウトって言って何回も攻撃しないと倒せない敵になります。はい、これは近距離アビリティです。ああ、結構ね、大きい敵はね、体力ありますからね。ああ、惜しい、惜しい。いや、でもうまいな。お、すごい楽しい、ね、初めてで。おお、素晴らしい。左上、はい、右上がそれぞれ のスコアなんですが、はい、真ん中が2人の合算されたスコアになっていまして、そこを注目しながらそれぞれのスコアを見ていこう。はい、まあ、息合ってるじゃん。息合ってますね。あ、息合ってるって言った瞬間にもうフラグ、やっぱりあるあるですね。聞こえてるんですかね。そうですね。これも基本的にはやはり音楽を聴いて、はい、聴きながらですね、はい、リズムに乗るっていうところが、相手に騙されないように自分の方をちゃんと見ておかないと。なるほど。タイミングが違うやつもありますんで。ああ、そうかそうか。あ、こういう形でね、はい、順番に打ってったりとか。そうですね。本当にこれはこのモード専用に作られた画面ですので、左右別々になっていたり。なるほど。2人でやっていく感じが出るようになっています。そうか、これが難易度が上がってくるとちょっと裏打ちだったりすることも出てきますよね。いや、難しいんだよな、裏打ち。ここいいな。いや、でもこれ初のコンビにしてはなかなかいいですね。なかなかいいですか。あ、パルコーしたい。浅間さんのスコアが足田さんより低いのが僕は気になってます。あれ、そうですね。まあ、ちょっとまあ、今フレンドケアルという仲間を回復してくれる優しい要素がありまして、そういう協力プレーならではの、はい、さっきのところに3って出てたエネミーをうまくこう弾いていくと、はい、2人で協力してこうバンバンバンって倒せたりとか。うまく協力すればダメージ量も上がったりみたいなこともあるんですよ。ダメージ量は変わらないですけど、2人でそれを倒していく。なるほど。いいですよ。ドンドンドン。おお、素晴らしい。まあ、2人で130万点、違うか、一桁はい、ですよ。クラウドはみんな練習すればね、ここを目指してくれっていうところ。なるほど。いや、あ、全然大丈夫ですよ。うん、余裕余裕。あ、いけるいける。おお。あ、でも多いな敵が。増えましたね。お、うまい。うまい、全然。うまい。むしろうまくいってる。やばい。これは今日鈴井さんが帰って調整に入るんじゃないですか。完成してるんで、それ難しくて。それ難しい。なんか2人のなんかコンビが良くなっちゃってますね。やっぱね、やるほどに良くなるんですね。
確かにさっきより良くなってますね、動きが。あ、分かんない、1個ミスると、あの立て直すのに、あ、なるほど、難しいですよね。ここ好きです、ね、僕片っぽがスライドして、いい、ね、片っぽが地上で、で打ち合って、あーちょっどうだ、きつい、うまい、うわすげえうまい、お互いにね回復し合って、回復し合う、なるほど、あでもこれは協力感がより増しますね、増しますね、はい、喋ると多分ずれると思うけど、確かに無言です、無言じゃなくて喋りながら頑張れ、頑張れ、あ、でもすごいですよ、これきついな、うわー、でも、うわー、厳しい、あー、なるほど、いけたんじゃない、ちょっと俺のスコアは変わんないけど、芦澤さん明らかにスコア上がってる、だいぶこうやるたびに上手くなる。